皆さんこんにちは、和島秀樹です。皆さんこんにちは、脇林真理香です。この時間はパンローリングプレゼンツ、きらめきの発想、投資戦略ラジオをお送りします。この番組パンローリングチャンネル YouTube ライブでもお楽しみいただけます。YouTube の方は番組ホームページからぜひご覧になってください。ということで和島さん、はい、なんだかあの <laughs> 新しく新年度でそうですね、新年度ですね。脇林 <laughs> <の>さん、ヤギキャスターから、はい、私が引き継ぎました <laughs>。よろしくお願いいたします。<laughs> はい。 今年度から務めさせていただきますのでよろしくお願いしますもっとねなんかフレッシュな新人が来るかなと思ったらまた分け返しうなんす <laughs> 私もなんか出足からか名前噛んじゃって、ね、春でね昨日もあったかかったりしましたからねか、はい、お花火日和となっていますけれども、はい、相場の方は新年度はマイナススタートということで えー、今日日経平均株価は566円35銭安い 39, 3万9803円、丸銭でで終えたという状況ですね4万円割れは3月18日以来ということまあまだね、あの先週から、まあ、後ほどちょっと細かく話しますけど、うん、先週以来、えっと、いわゆる権利落ち、配当権利落ちだったり、まあ、それに伴うトピックスの先物外観測だったり、あとは、はい。 日経平均の入れ替えに伴う売りだったり、まあ、リバランスだったりっていう、まあ、今日の場合はまた少し新年度で、えー、期間資家のリバランス売りが先行しているみたいな定義になってますけど、えー、どうも需給で、ねはい、あの荒っぽい動きになっているっていうのはこの1週間ぐらいの動きではありますよね。 荒いですがちょっと4万円を挟んでちょっとね荒い展開が続くのかどうかというところですが、はい、そんな中今日のお迎えしたゲストご紹介しましょう元証券ディーラーの竹蔵さんですよろしくお願いします,ますよろしくお願いします,いします竹蔵さんはどう見ていますかここのところ新年度入りましたけれども、うん、そうですねままあ、えーまあ今年のちょっと上げ幅が異常に早かったということで<ぁ>まあ少しはいい調整かなというふうに思っているんですけれどまあこの 先週末ですかね、うん、アメリカ、実は言うと NVIDIA も初めて週刊でちょっと陰性になったというまあニュースもあったんで、えー、まあそういうちょっと警戒感も少しはあったのかなというふうに思いますそ,そんな竹蔵さんを迎えして今日はですね、はい、まあ今年度、新年度入りということもありますし新年度のなんか注目のテーマとかそうお話を伺っていけるということですので、はいはい、この後しっかり伺っていこうと思います。 さてパンローリングからのお知らせです先週ご出演いただいた岩本雄介さんが4月の18日木曜日夜7時からオンラインセミナーを開催します4月の7日までの早期割引となっていますのでご興味のある方お早めのお申し込みがおすすめということですスプレッドボリンジャーは相関の高い2銘柄のスプレッドをボリンジャーバンド化して銘柄間の割高割安を判定してトレードを行うトレード戦略です このセミナーに参加すると一週間程度のスイングトレードと日足のより引けで売買するデイトレードの売買シグナルとそのオリジナルインジケーターがトレーディングビューでお使いいただけますトレーディングビューで簡単に検証ができるほか講師の岩本さんの検証レポートも週一回ほど受け取れるということですので初心者の方でも取り組みやすくなっていますこれまでのセミナーに 受講された方のお話ちょっとご紹介していくと実際にトレーディングビューで銘柄検証を行いました早く手軽に様々な銘柄を組み合わせて検証できるのに驚いています岩本さんのセミナー常に客観的データに基づいた論理的客観的な内容でしかも惜しみなく公開する姿勢にあふれており尊敬していますなどご好評をいただいているということです 4月7日までの早期割引となっていますのでご興味のある方はお早めの申し込みぜひ、えー、行ってみてくださいスプレッド・ボリンジャートレーディング・ビュー版の詳細は今すぐ番組ホームページもしくは YouTube の概要欄からご確認くださいそれでは早速番組進めてまいりましょうこの番組は投資専門出版社として投資戦略フェアを主催するパンローリングの提供でお送りします 改めまして、今日お招きしたゲスト、元証券ディーラーの竹澤さんです。よろしくお願いします。ますさっきもお話を伺ってきましたけれども、はいえー、まずは和島さんがちょっとマーケット振り返っていただこうかなと思うんですけれども。これ、先週、えーま、今日は、えー、と日経平均で見ると、結果五百六十六円安ということなんですけど、ちょっとあの先週。その えっと、いわゆる19の、まあ、要はあの、えっと、例えばし、えー、3月27日、これはあの3月決算ものの権利付き最終だったんですけど、この時はアメリカ株が軟調なのに、二経平均が364円高になってて、いわゆるその配当を取る動きのほかに、えー、配当の権利を落としても、結果あの、投資家の方々が。 えー、配当金をもらえるのは5月とか6月になるんですけど基幹投資家の方々はトピックスの、えー、とトピックスっていうのが大体基幹、えー、投資家のベンチマーク投資基準になってるんですけどもそのトピックスを連動して動かすためにはもう配当もらったものとしてまず先物で買い手当てをすると、はいでまあ、その部分が1兆1000億円とか1兆2000億円あって、まあ、それが3月2728に入るというようなことで、まあ、そのおまくもあって364円とかっていうになって。で 今度28日配当権利が落ちました、はい、でこの日、594円安なんですけど、うん、このうち日経平均の配当落ち分が260円余りと言われていたので、はい、だからまあ、それより、えーまあ、もうあの少し上げ幅下げ幅と大きくなってしまって、で本来、先物の,の手当いがこの日も入るんじゃないかって言ったら、意外にそれも入ってないぞみたいな体、うん、になった。はい、で で今度週末金曜日この日201円高にはなってるんですけど、はい、あのでこの日あの倍ラッキ5兆円できてるんですけど、はい、でこの日は今度日経平均の,あの新規採用と除外が3銘柄ずつあって、はい、で結果をディスコとか寝さを採用するような形になりタカラホールディングスみたいな定位株が除外になるということなので。 えっと、日経平均の最低取引なんかのパッケージの金額は一定なので、まあ、どういうことが起きるかというと値傘を入れる分だけ残りの222銘柄にちょっとずつ売りが出るというこれが5000億円ぐらい出るのではないかと言われて、えー、いまして、えー、結果、あの日経大引けの段階で東京エレクトロンとかそういうのがなんか結構ずるっと値を崩して日経平均も最後の最後で上げ幅縮小していると、まあ、いうことがあって。はい まあそういう需給の綾がもうあってで今日はどうですかって言ったら新年度に入ってまあ後ろ武田さんの方からあると思いますけども年初から日経平均2割上げててなんと去年の年度末からすると 44%1 万ト一万人成以上上げてるんですよね。持ってる基幹投資家からしたらちょっとうっとくかっていう話にもなるしであともう一点はえっと例えばその年金 GPIF みたいなところもあの 信託の感情であの手口には出てくると言われてるんですけれども、まあ、それでずっと売り越しは売り越しなんだけれどもやはりまだ、えー、とポジションとして、えー、GPIO って国内株国内債券外国株外国債券って全部25%ずつにするだから株価が上がっちゃってるんで25にするためには少し株のウェイト落とさなきゃいけないみたいな話にもなってくるということで今日見るとですね例えばトヨタ自動車が4%安ですとか、はい 三菱重工も4.6%安、えー、三菱 UFJ フィナンシャルが4%安ーあとまあハイテクでも、えー、レーザーテックあたりで2%とか1%とか東京エレクトロンでも3%安要はあの、えー、時価総額が多くて流動性の高い銘柄に売りが出てるっていうことがやっぱり明らかになってるわけですね。だからやっぱりトピックスは 時価総額の起きて流動性の高い銘柄の比重が高いのでやっぱそこいうところに売りが出ているっていうのはあの今後のトレンドはともかく今日のところはなんかしょうがないのかなっていうなんかなんかまだ先週からばたついてる状況がなかなか残ってるような感じがしないではないです。あちなみにと先週の金曜日はニューヨークあのグッドフライデーで休めたんですけどどうですか19竹さんなんなか まあこれちょっと新年度いつもそうなんですけど、はい、まあ今ちょっと変わってるのかなと思ったんですけど大体3月決算ってやっぱりもう数字を決定するのが大体第2週ぐらいまでってよく言われていてそこからってあまりこう機関投資家の売買というのはちょっとなんか控えられているなという印象がまあ昔からあったと思うんです、ね、でそれでちょっと4月になったぞって言ってまあちょっと売っとくかというそういう流れが今日あたり出たのかなという,、はい、いうようなこともあるのかなというふうに思いますね。ちょっとと大昔だと、うん あのお化粧買いとか言ってです、ね、でなんか金髪よくするために、見せる <laughs> 今やると怒られますからね、なので、もうあのむしろやらないって、自社株買いも、は、し、い、や,やれないみたいな定義になってますから、やっぱりちょっとそこのあたりのね、ちょっと <laughs> 早く重機落ちていくねんねなっていう感じはね、材料ない中で、ちょっとした材料でちょっと,後ろを <laughs> ょっとね、売り買い、だら朝起きてニューヨークが高かったら安かったら、あんま関係なくてし、先週来、ちょっと動いてた。えー 側面はあるかなといいうととところだと思いますあと逆に言うとあのまあこれ当てになられるかどうか分からないですけど4月はだいたい毎年外国人投資家は結構そこそこ買ってくれるっていう,う部分があるのでそれがあの今年も生きる1年前の4月は結構海外で買い入ってたんですよね実際ね、まあ、でも1年間上がってますからねどうなんでしょうっていうところはありますけれどもまあそうしたところもちょっと注目かもしれませんね。 まあそんなにいつもあまりクローズアップされないですけど日銀短観なんかもね、今日う出て、ちなみに日銀短観、今喋って大丈夫ですか、ねあ,はい、あの日銀短観はあの大企業製造業はあの11ということで、はい、13から下がってるんですけど、市場予想10だったんで、それより何より、はいわ、私が一番注目したのは、えっと、企業業績です。で えと終わった期23年度は、はい、えと大企業製造業で7.4%の増益、はい、でこれって前回予想から4.3ポイント情報修正されてるんです、はい、でただ今期24年度これは前回予想なくて今回からの開示なんですけど4.0%の現役予想なんですよ、はい、だからあのこれた多分言えるのは上場企業も今月末から決算発表出てきますけど。えー 前期はは多分終わった期は超過達成してるる可能性があるで,、はい、でも今期よ,よいいと思ってても心の中では多分慎重に出してくるかなっていうのがこれあの一番下近い会社のアンケート調査ですから、はい、企業の経営が会社が実際自分たちで答えてるわけですよ、はい、だからその分考えるとちょっとやっぱり出足の予想はあの控えめなのかなっていうのとただ、えー、と設備投資額含む土地とかで見ると。うん 今期の設備投資も増なんですね、はい、であの前期14.5だから設備投資意欲は活発かなっていうようなことでありましてなんとなくあの大企業製造業の業況判断 DI ばっかり注目されますけどそうじゃないあの足元の,その企業業績あと為替の前提141円ぐらいなんでここの部分の余力は相当あるかなっていうねう41円前提で企業業績出してくるんであれば、はい、輸出企業にとってはまあだいぶなんていうしあのそれこそ慎重な見方。 そうですね、という体にはなるんじゃないかというのは、これ、一時単価だけで全部語るのもなかなか難しいですけど、このまま為替の水準が続くのかどうかあとは、上場企業がもっとでかい会社なんで、<laughs> そこのところが同じなのかどうかっていうのもね、ちょっと、今回、んとめっちゃ上がったじゃないですか、人件費高っていうのも、少し慎重に見させる要因なのかなっていう気はしないではないですよね。うん それぐらい出せるだけの強さがあるという見方もありますけれどもどうなのかというところですがここまでの振り返りということでさっき和島さんからもその日経平も44%高、5年度でして1万2000円も上げたということなんです景色がもう変わったという感じがしますが竹、えー、蔵さんからはまあ振り返ってというところですよね今、ね、今日日はは日で、まあ。 ええまあ前期を見るとまあ先ほど渡島さんおっしゃった通りまあ上げ幅が一万二千三百二十七円とまあこれプラスの四十四パーセントこれ過去最大の結局値上がりです。一年ででまあまさか今年の二月日経平均四万円超えということままさか想像しないですよね。いやそれは雑誌ともなげて全部外してます。どうもするのもうじゃない。ここまではあのこんなピッチャ上がるとは正直思ってなかったということですね。 で、まあ、これ、まあ、今年だけ見ても、日経平均の上げ幅が六千九百五円と、日経平均ですね。これがま、まあ、二十点六パーセントということで。で三ヶ月。ということで、やっぱり、ここまで、ちょっとスピードも早かったかな、というふうに思います。はい でまあ、このやっぱり倹約となったのは東京エレクだったりあとアドバンテスト、まあ、スクリーンという、ねうん、まあ半導体のところで、まあ、このじゃあこの半導体どうしてかっていうとやっぱり NVIDIA がね、えー、引っ張ったのかなと思って、はい、NVIDIA がだけ見れば今年だけでも80%ぐらい上昇してましたんで、はい、やはりまあそれが。 大きかったんじゃないかなというふうに思います。はい、で、まあその Nvidia が週間で見てもね、えー、ちょっと陰線、まあ今年初めて週間で陰線ってこれもすごいなっ、まあ、それもまには陰線にもなるみたいな。<笑><笑>それもすごいなと思うんですけど、まあそういうところからね、ちょっとまあちょっと今までのなん,ていうんですか、Nvidia の上昇から比べれば500ちょっと陰線になったのかなというふうに思いました日経500種だとスクリーンがあの年度上昇率ストッで3.3、ね、倍ぐらいするねす、うん、みたいですよね。まあスクリーンもこれ 結局 MSCI、ねはいえー、日本企業でですよねあとまあドル円の方を見ていくと、まあ、こちらの方も結局円安に年度だけ見て18円の円安になったっていうのはこれまあいつもお話しする通り円安がやっぱりこれ日本株の私は上昇の一つの要因になってると思います。はい、とあとはちょ長期金利もね、えー、これ0.32から0.725ということで、まあ、これ0.405、まあ、これでは。 2005年以来の大きさになるんですけど、はい、まあ本当にまあ日本の金利っては全然上下しなかったんだなっていうのはまあここをね見ても分かるかなというふうに思います10年り,回りがで10年ぶっててましたたから <laughs> 何やってたんだって話ですよ<う><れ>だから全くこの辺りが動いてなかったのはようやく少しずつまあ動き出したっていってもまだまだ低金利は私はまだ変わってないというふうに思うのでまだあのその金利よりもか株の方の方がまだまだ優位性はあるのかなというふうには個人的には思ってます。はい ただ、ですねこれ株も上がってゴールド、ここも,もうずっと今最高値を更新というところになっているので、はい、本当に何であと仮想通貨も今年はね上場来高値を更新したりとか、うん、まあいろんなものがこうに、えー、物色された、まあ、土地になってたのかなというふうに思います。まあ今,度えー、今後ね、ね、まあ、ちょっと新年度明けてからですね、はい、まあ今後またちょっとどういう相場になるのかというのが1、えー、つ見どころだという,ふうに思います。 金も高かっなんかもうやたらめったら入ってるみたいですもんねなんかね。でやっぱりいつもここに来てお話しするのがやっぱりなぜこの株価があるかって、うん、やっぱり東証の私はこの資本コスト株価を意識経営の実現これが一番だと思います。 でこれまああの毎月今あの東証の方が開示してるんですけど、はい、まあこれ今プライム市場の方の、えー、今これ開示状況ようやくこれ今59%ぐらいには膨らんできています。うん、今もうこれ会場もしなさいというふうに言ってきて、で2月末で50059%、えーはい、これまあ1月の時点で54%だったのでまあ5%まあ増えてきたのかなというふうに思います。 まあ今後、やっぱり来月ぐらいですかね、決算発表もありますので、はい、まあその時にこう同じように出してくる企業が今後増えてくるのかなというふうに思います。ただし、まだスタンダード市場ですね、こちらの方のまあ開示が全然進んでいないということで、はい、これ、スタンダード市場は今年の1月末が 20%, 20に対して、まだこれ、2月末でまだ22%ということなので、まだ70%。 約80%の企業がまだこれ未開示ということになっているので、まあ、この辺りがちょっと焦点になってくるかなというふうには思っていますでやっぱりどういう企業がやっぱり、ねえー、開示が今進んでいるかというのもこれ出ているんですがこれやっぱりあの時価総額の大きい1000億円以上の企業でなおかつ PBR が1倍割れの企業、はい、まあこちらの方がもう、えー、87%、まあ、あの開示をしているということになります。 でこれ時価総額250から1000億未満の会社もこれ65%とまああの平均より上っていうふうになっていますのでまあこれ PBR の一倍割れの企業こちらの開示は進んでいるようには感じます大企業がやっぱりあれですよねすす特にっていうことになりますこれちなみにあの去年の7月時点だとあの1000億円以上で一倍未満でもう45%ぐらいしかなかったんそうですね<ー>ねもう急速に だからこの PBR 結局 p b r 一倍割れの企業の方が危機感を感じて開示情報も出しているのが多いのかなというふうに思います。でよ,よってこの p b r 一倍割れっていうことはまだその、まあ、株価が割りやすいっていうところに放置されている企業が株主還元だったりとか、えー、を出す企業多いということで、まあ、今これ株価が上がっている一つの要因になっているのかなというふうに思います先ほど日銀単価で企業業用に話しましたけど、うん、もう一つは株主還元ですよね。あのメガバンクとか、うん あと PBR 一倍割れの企業があの、えっと、3月で終わった期も結構増配とか自社株やしましたけどこれ本決算の時に、ね、今期の配当予想をやっぱり PBR 一倍割れのところは結構高めに出してくるんじゃないかっていう株価上がっちゃったんでちょっと配当利回り下がりましたけどまた魅力が出てくるかどうかってもう一つポイントのような気もしますよね。 じゃあどういうとこころどういういねこの PBR1 倍未満の企業が改善点として取り組みの内容というのもこれも出てるんですけどやはりやっぱり一番は成長戦略のことを書かれているのが一つで,で2番目がやっっぱり株主還元の強化になっていますまあ,あとはあのサステナビリティの対応とかもあるんですけどやっぱりあともう注目はやっぱりこの政策保有の縮減売却というところだと思うんですよね。 これ今毎日のようにこの政策こういう、えー、縮減売却っていうのが、はい、この新聞市場とか、はい、まあテレビの方でもちょっと報道されてるんですが、うん、やっぱこれが非常に今あの株式市場では、えー、一つのテーマになっているとは思います。リ、うん、スクというか何ですか？株安要因なんですか、ね？取 <laughs> 取り方としてはそうなるんでしょうけど、えー、今は逆。 になっている可能性もありますす、ね、だから、えっとえっと、要は、えっと、例えばトヨタグループでみんなで持ち合いを政策保有株を売るんであればた短期的には需給は悪化なんだけども得たお金でお互いで売り合って得たお金で設備投資するなり株主掛けに回すっていうことであれば、うん、まあ長い目で見れば株価の評価要因にはなってくるっていう。 でそういう会社の株を欲しいという人がたくさんいれば受給、はあの,の一時的な悪化要因というのはいずれこなしていけるというパターン、うんまあ、特にだからそれが44%上げた、ね、一つの要因でもありますよね昔からこれ外国人投資家ですかね、はい、まあ日本がこの持ち合いをやっているなぜそこをやっているのかって、まあ、結構前から言われていることでようやくそこに、えー、この東証の改革から、まあ、この政策保有の縮減だったり売却が進んできているということが 少しは日本が変わったっていうのを、まあ、海外投資家が見てるのがただね海外投資家そんな買ってないんですよね思いのほか,確かに、ね、あの先物とか現物見ても今年になってじゃあめちゃくちゃ買ってるかっていうと<え>そうでもないなあれがどあとどうなんですかあ,あるんですかねかあれだけ継続して事故が買い続けてるっていうのがなんかななかなか珍しいが違和感のあるあま,、ね、まあその ETF に変えてるのかなんかちょっとよく分かんないですけどね か年金とか,新宅か年金はそこまで今余力ないかし信託とかねそういうところも、うん、あだから今ニーサのあれが毎月やっぱりこれ日本株8,000億円ぐらい多分入ってると思うんですよねこの前日本証券業協会が出していたちょっとレポート見ると、はい、やっぱり日本株やっぱり8,000億円ぐらいの毎月国うコンスタン買っているのかなというふうに思いました。また、あ、た紹介させていいいだきたいと思いますけど、うん でよってですねやっぱりこの株主還元というのは日本市場においても、まあ、先ほど和島さん言われたんですけどこれ2023年3月期これ配当総額あの、まあ、全体の4割が全期比で増配して、えー、総額でこれも14兆6000億円とこれ過去最高あともう一つ自社株買い、えー、こちらの方も9兆6000億円で2年でこれ過去最高という。はい、まあこれ 自社株買いに関しては結局枠の設定だけなので実際に買った枠ってあのものっていうのはまあ昨年からちょっと減っているものもただ枠自体は過去最高ということになっているというふうに思います。 であとやっぱり先ほどからちょっとお伝えしているようにこの政策保有の縮減売却っていうのがあるんですけど、うん、これ確か前回2月ちょっと私来てないですよね3月かその前にこれ金融庁が自治体と損保、はい、4社に政策保有か売却加速するように言ったということで、うん、でもこれは。 金融庁が言ってる思想に珍しい政策保有持ってる順に契約それに順次でやってたんでそれだけなって話にな,、ね、なってるっていうところでもありますよね。でまあこれの中身見て六 6, 6兆5000億円ぐらいこの政府が持っているってのは。 ありますとでこれ、損保ジャパンはもうこの金融庁から言われてどうするのかなと思ったら、まあ、今、これ持っている1兆3000億円ぐらいの政策保有株をもうゼロにすると表明しちゃいましたし、はい、まあこれ東京会場、えー、日東、えー、火災ですかこちらの方もまもゼロにする可能性を示唆ということなので損保<ー>ジャパンなんかもゼロに表明するということになってますのでそれがこの会社の利益にもなって市場にも株は出てくると。うん だからこの発表から損保ジャパンだったり実を言うと買われたのはっ、ね、やっっぱプラスに受け取ってるんですねこの売却した捻出したお金を株主還元になりそういうところに回すんじゃないかっていう、うん、投資家の意向が今ただ逆に言えば本来ならこれ業績あの株価が相当下がっているんなら多分これはネガティブ要因にはなりかねないとは思います。売買高が増えている 中でやるっていうのはもう正解なのかもしれないですよねすよ。上昇過程で肯定で,ですからね。だかこれ黙ってやればいいんですけどね。うん、さあそうそう、ね、<laughs> やりますって言うと <laughs> そうか。や,やっぱりあとはやっぱ変わってきてるのがまだあってこれで。 去年ですねこれ去年アメリカの、はいえー、議決権行使会社の ISS っていうのがあるんですが、はい、まあここがまあ政策保有株の,あの保有額がこれ連結純資産の20%以上ある企業の経営トップのこれ取締役選任に反対を推奨したんですね。はい、でこれ京、えー、セラだったり突破印刷ってこれ反対票がかなりあったんですよ。で今年はこれ日本の運用会社のこれ三菱 UFJ アセットマネジメントだった あとアセットマネジメント1とかこれも同じように政策保有株の保有比率えーこれ20%以上の場合にはこれ経営トップのえ取締役選任に反対ということを言ってるんでこれも国内のだからもう物言う株主が国内の運用会社まで言ってきたということでこれやっぱりかなりプレッシャーがかかってくるというふうふに思います。企業側がですよね その通りだと思いいますすすねねこれは本当にごでよ結局取締役のこれ反対票を入れられたらまあ自分の社長の座も危ないですしそういうことになってくると思いますのでうまあもう政策を言うなかうっちゃいうっちゃいというふうになるんじゃないかと。うう思いうことを考えたらこのアセットの方もそういう判断をせざるを得ないって話ですよね。 まあそれも今相まってまあ本当に政策保有主権というのがえ出てきています、はい、でまあ一,部一番ねと手っ取りは分かりやすいのが京成電鉄だったと思いますけどまあこれはあのオリエンタルランドの株710億円これ特別利益を出したということがあるんですがこれ1%しか売ってないんですねただしこれ2008年の時に1.5%売却したんですよその時の売却金額が71億円なんですということは株価10倍になってるんだなと10倍以上にね 让他去撸啊！ 海外から言われても、あの形成はそぎょうですからね、<laughs> あ<の>オリエンタラなんて持ち合ってるわけじゃないですからね、ね三井不動もそうですけど、これなかなか、これなかなか難しい話ではありますよね。でまあと、伝送ですね、はい、これ、週末発表になりました、はい、トヨタ食器、まあ、これ、保有分すべて売却すると発表して、はい、まあ今後、最大2年半かけてです、ね、まあ、10回に分割してまあ売却するという話をしています、はい、ちなみに今日トヨタ食器は9.8%安なんですね、これはちょっとあのネガティブに反応してる、はいね。どう取られるか話で Yeah. <laughs> 試合も悪かったって話でもあります、ねうん、であと、ずっと注目していたテレビ局のところですね、はい、これ、フジテレビもやっぱりこれ政策保有株4名から売却して、えまあ、これ、160億円ぐらいの特別利益を出すということで、でそのうち、自社株買い、これ150億ぐらいですかね、うん、まるまる特別利益から出たやつをまあ自社株買いなんかにこう当てるっていうことなので、うん、まあこれ、先週の金曜日は交換されたんじゃないかなというふうにれこの時は、この周りの放送会社も交換されましたよね,ねまあみんなみんな他もやるんでしょうみたいなね。 富士メディア4676今日は1.8。1%の下落ですね。まあ、この辺りのじゃあテーマに今後なっていきそうなところ、続きあの延長戦の方で伺っていこう。そ,うねはい、そして4月からちょっと変わること、どんなことがあるのかな？というのもご紹介いただこうと思っております。ま、はいはい、そのようなあたりもお話えー、メルマガで。で お届けしているということで竹蔵さんの人気メルマガのご案内です竹蔵の50億稼いだ男のメルマガでは多くの投資のヒント寄り付き前にお届けしています今朝の配信では日本市場に影響のあるニュースそして ai などの国策補助金の絡む長期テーマやその銘柄例など4通にわたって解説いただきました朝の5時台頃から <laughs> ね、うもう雨にも、負けずがにも負けず <laughs> 配信されているということですので毎本当に大変な作業だと思うんですけれども情報収集して、えー、欠かさず配信されています、えー、個人投資家が把握しておきたいトピック特集記事として配信していただいているということで、えー、この YouTube ご覧の方には2024年の配信実績表示したりしているんですけれどもこのような内容となっておりますのでそして会員限定のフォローアップ セミナーも月2回開催されていて先週3月26日直近ではマーケットアナリストの田口蓮太さんが登場されたということですのでぜひともこの50億稼いだ男のメルマが月2回の会員限定セミナーもありますので詳しくは今すぐホームページもしくは YouTube の概要欄からご確認いただければと思います。 ということでこの続きはパンローリングチャンネル限定配信で引き続きお楽しみいただこうと思っていますラジオの前の皆さんとはここでお別れです来週も素敵なゲストをお招きしてお話を伺っていきますそれでは皆さんまた来週ですこの番組は投資専門出版社として投資戦略フェアを主,、えー、主催するパンローリングの提供でお送りしましたここまで武蔵さん和島さん一旦ありがとうございました え、さてここからは youtube 限定での配信となります改めまして竹蔵さんよろしくお願いしますえ、はい、すさて先ほどもメルマガのご案内いたしましたが3月26日のセミナーフォローアップセミナーでは田口恵太さん、はい、マーケットアナリストの方が登場されてその時ごいあの動画の中でご一緒するの初めてだったということなんですけれどもれ、ねはい、どんな内容だったんでしょうか内容 忘れちゃいましたかっていうかもうねインパクトが強すぎて今から株になって自分が株になってお話ししでいきなりなんかのそれをんかいきなりかぶり出してですね持参されたんです持参されてそれも何も聞いてなかったんでそれが多分受けたのか今結構 YouTube の方で回ってたんでゃなですか 内容としては今、一応マイナス金利解除でどうなるかとか株の時給、今後のポイントなんかも、まあ、あとだから半導体の話とかも結構、されてたかなと思いますねう結構歴史長くマーケットにいらっしゃる方がであとね、昔やっぱり外資系にいらっしゃったので、まあ、外,国今外国から見た日本ってどういう目線なのかなというちょっとお話も多少含まれたかなと。 いいう,うに思いました、はい、これ、録画でアーカイブもあるということですのですね。どうしても、ね、株の方に頭にいっちゃうと思 <laughs> <laughs> なんですよ。 <laughs> そんな感じの方に見えないのにねすごくユニークな方だったんですね是非、ね、ともあの見逃したという方はこの録画アーカイブでもご覧いただけますので、はいえー、このメルマが是非気になったという方は番組ホームページもしくは YouTube の概要欄から是非確認なさってくださいこれまでにも井村俊哉さんですとかデュークさんも参加されてたということで、えー、7時からあの X でスペースを。 開催されてますよね竹蔵さん毎朝あ突然そこの話だったんですそれもされてますよねやってますやってます朝7時にスペースとはい。あと7時20分からインスタライブですかねやってますなんですよねだから5時台にメルマガ配信して7時からスペースも見てそうですねでもこれスペースやったことによって結構ねはい。まあ良かったことが多いかなあ、そうですかですね な何がかこうセミナーの集まりとかもよくなったかなというふうに思いますしねすか確かに朝こう流し見してる方がこう上でね、はい、あの音声が<う>ボリュームが出てますよってマーク出てると何だろうって、ね、っこれツイッターって何んですか、ね、こう流,流れていくんで。はいはい その時間確か見ないこと多くないですかそうですね、うん、なんかこうその喋ることによって、はい、その毎日同じ時間でやることによってなんか確かにその喋ってる時間は誰かその時間にアクセスしてくださった方にはヒットしますもんね,ねなるほどぜひこのアカウントチェックしていただいて<あ>ちょっと忙しいです5時メールマガ見て7時にスペース見て <laughs> <ー>インスタライブもいや5時には一番最初のやつが5時ぐらいに配信するんではい、はい 最速で1番目そこからいくつか何通かにわたってそしてさっきの続きでお話を伺っていこうと思うんですけど、はい、政策保有、縮減売却の動きで富士メディアのところまでご,ご,、えー、ご案内して、ね、記者株買いなども公表された、まあ、実を言うとこれ2月、3月に入って株式売り出しというのが非常に多くなっているんです。はいえー ま、これ工房増資と,とかはちょっと違って、はい、ま、これ株式売り出しっていうのは、まあ、これ、ま、あの、ま、銀行だったりとか、まあ、今先ほど言う、ま、これ政策保有になると思うんですけど、はい、ま、あとは今この、えー、経過措置ですよね。まあ、プライム市場とかのこれが未達の企業だったら、はい、ま、そこをちょっと、大株主さん売ってくださいっていうのが多分今あると思うんですね。えー、ま、その中で、ま、三菱商事グループの中だったりとか、まあ、あと、ま、先ほどから言う、ま、銀行ですよね。はい、ま、こういうところがこう売ったりとかする中で。 えーまあ、三菱商事の、まああのー、大株主の名和産業の売り出しだったりとか、うん、あと、まあ、グリーが。 これ K. D. 利上げ売り出したりとかですね。えー、あと先行というのは、これ I. O. 二世だ売ったりとか、あと平和度。こちらの三菱 B. F. J. だったり、損害保険ジャパンとか、うん、まあ、そういう損保が絡んだところって、やっぱりこう,いう売り出しで。まあ、あの政策保有みたいな、やっぱり売ってるのかなというふうに思います。はい、まあ、これ一つ言えるのは、業績がいいやつとか、まあ、高配当のやつも、もし売られる可能性があるんであれば。これ公募調査と違って、うん、あの。 起伏化っていいうののがないんで株,株式のうまあそういうところでは、えーまあ、公募増資よりはこういう売り出しの方がまだ買いやすいとか、まあ、そういうところもあるのかなというふうには思いましたこれはマイナスにはならないってことなんですかか、まあ、一瞬やっぱり大きい、ねえー、株が流動増えてくるというのはあるんですけど、えー、株券自体はもともとの売り、ねね、手になってるんでそ,そこまではと思います。 まあこれ昔の話昔なんですけど去年あるんですけどこれね台団という株とかもあったんですよ、はい、売り出しで、まあ、それでまあこれこ空調関連とかでも、えー、今なのなんでしたデータセンターとかで空調関連が、はい、まあそれが結構株価が上がったりとかしてもあったんでこういう売り出しの中からでもね、えー、このこう高パフォーマンスの銘柄がひょっとしたら出てくる可能性あるかなというふうふに思いました。 そしてここからは4月から何が変わる、うん、まあ今日4月い日ですけれども、まあ、今日からちょっと変わるの知らなくてこれ八木さんがひょっとしたら、はい、あの今日またキャスターだなと思いながら、ええ、それで今日このテーマにしたんですけど本当はこれ4月から、まあ、皆さんご存じよりこれあのようにトラックの運転手だったりタクシーの運転手、ええ、まあこれ残業規制というのがまあ、ね、出てくるこれ、俗に2024年問題というところが、うん、まあ今日からまあ出てくるわけなんですけど。はい まあまあこれはねずっとテーマになっていると思います。そうですね。であとは配達が遅れたりする影響がね。じ、ね、あとはまあデジタル教科書、まあこれ小中学生の英語ではもう正式に導入されるらしくて、まあこれまあ紙との併合ということもある併用ということもあるみたいですけど、うん、まあそういうところがまあいよいよ始まってきてるというところと、はい、まああと話題のライトシェア、はい、まあこれ一般ドライバーがまあ自家用車を使ってまあ有料でまあお客さんをこう運ぶサービスがまあ四 都府県ですね、はい、で、まあ、スタートするということで、まあ、これテスト段階になる,なると思うんですけどこういうサービスもいよいよ始まってくるというところになってきたかなというふうにあと変わってきたのが、まあまあ、先ほどからちょっとお伝えしているよ、まあ、あの普通銀行ですね、はい、これがまあ20倍になったということで <laughs> まあ大手銀行一部で0.001%から0.02%に引き上げと。はい あとまあ公的年金ですかねこれ4月の支給額が前年比で2.7%引き上げということで、まあ、これ支給額はバブル期並みの高水準ってあるんですけど、まあ、ご存じのように今、インフレとかが、ね、進んでいるので、まあ、その分の,、まああの支給額が引き上げると。 いいいうううこととにになってるふ思ま銀行の普通預金の0.02ってこれスーパー定期と同じですもんね、うん、今までのね。そうですね、うん、ただまだ0.02だったら株の方が全然ですよね。と、う、思、ん、い、うん、本当は預金してた人は本当は得られるはずのやつがゼロ金利で得られなかったって話ですからねう <laughs> もう理不尽な話だったら少しそれが少し戻ってくるっていうだけ正常化への道ですもんね、これ、うん。と、ねうん、いうふうに私は捉えるんですけどね。うん、まあテレビととかちょっと見てたら すごいなんか利上げになって、<laughs> ここで住宅ローン死にそうだったいう、ね、あの手になっちゃうんですよね,な,ね <laughs> なぜそこに話が行くんだろうっていう,ふうになるんですけどね。<laughs> 0倍って聞くとでインパクトがあるのかなって感じがしますけどね。仕事見出し20倍書てありまそうなんですよねあ。もうそうなったらなんかまたこう財布の紐がギュッとしまったらね、ねまてゼロですからねそうか、100万円で？だから10円なんですよ。2> 2今までだっはいはい。今回200円だったんです。そうか。 まあ、この前この田口さんの話じゃないですけど、はい、今まではね、まあ十年何もなかったけどまあジュース一杯ぐらいは買い他で他校で引き落としたなんかしたらもう, <laughs> もう一気にマイナスですからね <laughs> そうですね,ねそうですよね手数料がね高いですから、うん、そうですねまあそういうでほ今日八木さんのために持ってきたのが <laughs> まあ一番本当にここすごいなと思うのはやっぱり えー、響き山崎、えー、拍手のこのね値段ですよね。よくハイボール飲んでますよやぎ<ー>ちゃんは確かに。三十、ね、<laughs> 年もの二十五年ものだけ飲んでた、ね。このあたりはないと思います。 まあこれが16万から36万というふうになって見たことないけどすごい値段ですよね。しかもね。あとマッカランとかも35万1,360円、55万というふうになっていますね。へえ。チタ、ぐらいはちょっと美味しいのであれですけどね。千上がっちゃそう、そもそもこれもあんまりお目にかからないですけど。あ、もうセナウスなんですね。酒屋とか行っても売ってない。前はチタ結構あったんですけどね。そうそう、チタはあった。ありましたよね。チタはあったんで。 山崎とかの通常のやつは、なかった、で八年のところ、な、何もないですけど。もう、チタすらも、チタ結構美味しいんですよ。そんなに、おじまさんたちが、もう、求めて、また、値段が。りそう、そうか。そうななかなかな値上がり、具合ですね。今、普通のね、か、か、サントリーの角とかでも、税込みだと、千八百円ぐらいに上がってるんですよ。なかなか、それでも、結構、一般人にとっては。 なんか痛い感じがするんですけどもうその上にいくとなかなか厳しいですよね。贅沢品です、ね、そうだからもう次には朝日のもういろんなやつをここに引っ張り出そうと思って <laughs> ブラック日課だったりあとはハイ日課だったり竹鶴とかね竹鶴も最初のうちはな8年とかあったんですけどもうそれやめてぶっこんでそれでも品薄ですもんね,ね今ね。あとヨイチとかはい 先ほどいんだようにスーパー日課とかもう八木ちゃんが本当に飲みそうなおやつばっかりをここ持ってきたら今日いなかったっていういいですそうなかなかこんな世界になるとはっていう感じですけどね一時期誰も見向きもしなかったものが私もこれ投資戦略ミヤネの時にちょっと負傷しまして。 転落しましまた、ね、<いえ> <laughs> ちょっと負傷してからちょっと禁酒してるんですけど、ね、<laughs> もうこの文字見たらなんか飲みたくなってきちゃうのです <laughs> ねえ <laughs> そうかこういう値上げもあるのでそうでもあとは食品メーカーですよね、えー、こちらの方もまた195社4月で2806品目値上げっていうことになって、うん、まあこれソーセージとかハム、はい、あと調味料とかまだまだこれちょっと値上げになっているということで。 ちょっと値上げ、一旦落ち着いたのかなと思ったらこれ昨年の10月以来やっぱり半年ぶりに2000品目超値上がりしたということでこれ本来、やっぱり企業業績これの値上げによってプラスになる企業とかがあってそこでまたねあの給料が上がったりとかそういうふうになれば一番本来はいいんじゃないかなというにいわゆる実質賃金のとの金みたいなね話で小麦粉とかはあのだいぶこう下がり始めてはきてるんで下げたり上がったりしてるんでしょうけどね、うん。 上がってそれがやっぱり賃金とそうだからこれが一番の理由は円,円安というふうには今回なってるんですけど、うん、仕方がないかといって私たちも受け入れますけれども <laughs> 本来これ賃金上げるための体制とかです本当、ね、そこが余力だったのかなと思ってしまいますけど、ね、でも。これがが本当にに企業,業績につながっていく って,っていうことになれば本来でもこれは初期が歓喜されれば全くいい話普通の世界に戻るだけですからねの物の値が上がらないとか下がるってのは異常な世界だったわけでねまあこのサントリーのねああのあの響きの30年とか25年っていうこれはちょっと異常な値段だと思いますけどす、ね、みたいな話になっちゃってますけどねまあそういうことだと思いますね、うんはい 新幹線に乗るとハイボールを飲む竹蔵さんって半人前さんから頂い,いてまして、ね、<ー> <laughs> 皆さんね、えー「昨日ウイスキー爆買いしてきました」っていうしんくんゴルフさんからも頂い,いてますし<ー>なんか今日そう昨日ね、はい、コンビニでゴル,フゴルフのバッグがなんか10個ぐらいあったんですよ。うん、片道いくらある 片道結構張って往復でもう5000以上になるんですって。ああ、そう300だから3 0いくらがあって片道往復で600いくら上がるんですって。私はねゴルフバッグ送る人なので前の値上げで死にそうですもん。もうなんか今回600いくら上がるんですよ往復で。都内にあの都内都内にあるんですよゴルフ場があってあの私の知らなかそこからタクシーで行りますもんねだからもうあの変わらないんですよ。あ送るのと送るのと送るんだったらタクシーで買っちゃった方があのそうですか。 そう昨日見てあれなんでこんな今日ゴールフバッグいっぱいあのんだろうと思った。<laughs> 最後に言っておこうってことですか東北の予定も今のうちで送っちゃいって話ですよねきっとねなるほどね先にお金払っちゃえば先なんだけれども往復で先払っちゃえっていうそういうことも影響してきてるんですね高いです今本当こればっこくん高い今日って積立てニの設定日になっていることが多いから株価は上がるって聞いてたのにこの先です多分これ寄り付きに入るんじゃないですかねそうか最初は高かったですよねちょっとその設定方法がねちょっとわからないんですけど 通常、寄り付きなり行きでしょうね、うん、設定してるんであればね,なね変な、変な手は加えないと思いますよねそうか、なかなか値上げして、そしてここからどうなっていくのか、ね、4, 月どう4月の最後の時にに、ね、どう終えているのか、また5月に武藤さんご登場いただいて、お話を伺いたいと思います。はいはい、ということで、ここまで武藤さんにお話を伺ってきままししたた島さんもどうううあありりががととごござざいいました。